夜もいい月ね。午前0時。のんびり花見をするのも風流っていうか。これでお酒と四季がいてくれたらな。ま、夏に桜っていうのはやりすぎだけど。そうでしょ？そこのお兄さん。まさしく鬼と桜だが、この場合、鬼はどちらになる？俺かお前か、美しい人の形をした妖魔と、厳しい鬼の形相をした人間。はためには、まあ、こちらが悪鬼の類だろうが。中身はそう変わらないんだから、どっちも同じでいいんじゃない？ただし、そっちは影絵の鬼みたいだけど。やはりそうか。どうも意識が定まらなくてな。夢の中にいるようだった。ここで出会ったのも何かの縁だ。生きている実感をくれないか。いいけど、ちょっと手加減できないわよ、今の私。せっかくの花見を邪魔されたんだもの。それこそ望むところだ。戦わねば目覚める体なら、即消え去った方がいい。お前なら生の実感より先に死を体験させてくれそうだ。ラウンド1ファイト。終わり。こいつで。聞いたぞ。飛ばす。チャーラウンド2ファイト。来なさい。聞いたぞ。続けろ。来なさい。次だ。つまんない。零点。ユーミン。今度は本物と戦ってみたいところだけど、今はこっちが先。27歳、私の庭に現れるなんていい度胸してるじゃない。でも知らないから。ラウンド1ファイト。ドット。ダンク。アタック。ミサイル。ロック。ロック。ファイト。チャーン。マキャッ。このハンバーガー。チョラ。このチョラ。腰の息。キャッ。キャッ。ミサイル。捕まえます。ミサイル。チョラ。ビーム。
と甘く見てたわ。ピーピーちょだピーサイレこのこのこのピーダーちょだピーダーちょだピーピー次行ってみよう。ユーミンね、以前はあなたたちに何も感じなかったけど、今はいろんな感情が湧いてくる。この不純物が胸いっぱいになったらどうなるのかな。私いい身分ね、お姫様。ええ、見せ物が出るよ。ダウンのバンファイト。邪魔よ。私の負けです。次行ってみよう。ムーンウィンダウンのツーファイト。そりゃそりゃそりゃ私の負けです。次行ってみよう。ムーンウィン楽勝、ブイニャのだ。寄り道をするつもりはなかったんだけど、気がつけばいけすかない教会の中か。土地そのものに暗示をかけるなんて、教会の魔術師だってうまくいかないのに。魔術は使わないんじゃなかったの、シエル。それも時と場合、相手によります。あなたのような反則を叩き伏せるのに、ルールがどうだの、モラルがどうだの、気にしていては話にならないでしょ。あ、そりゃそっか。うん、納得した。はーい、こんばんは、シエル。そこいらに使徒が歩いてる状況だから、もしかしたらやられちゃったかなって心配してたけど。うん、元気そうで何より何より。まったく、あなたもいつも通りでうんざりです。信じたくはありませんが、本当に私の心配をしていたようですね、アルクイド。喧嘩仲間を気にかけるのは当然じゃない。もしあなたが再起不能になるなら、そうしてあげるのは私じゃなくっちゃ。本当気をつけてよね、シエル。あんな雑魚たちにやられてたら、生き返らせて文句を言ってもう一度殺しちゃうから。相変わらず自分の立場が分かっていないようですね。あなたは神祖、私は代行者。英語に慣れ合うことのない敵同士です。ええ、この微妙な関係もいい加減うんざりです。
決着をつけましょう、アルクエイド。それと、式のこともね。いいわ、そういうことなら付き合いましょう。で、殴り合った後は河原で悪口を言い合うのよね。ああ、もういつにも増して酔っ払ってますね、あなたは。ラウンド1ファイト。行くわよ。終わりですか？思いっきり。終わりですか？ゼロ。せーの。不覚ですか？こいつ捕まえた。嫌な性格です。お返しです。全然弱いんだ。ユーミン。ラウンド2。行くよ。ファイト。あらら。行くわよ。行くわよ。不覚です。この。せーの。嫌な性格です。なんだ、全然弱いんだ。ユーミン。酔っ払ってる？ええ、桜と月があんまりにも綺麗だからホロホロに酔いしれちゃったわ。じゃあね、シエル、後のことは任された。あげる。ラウンド1ファイト。危ないよ。はっ、危ないよ。やったわね。はい、行くぞ。ファイト。それぐらいで見逃してあげる。空に月がある晩は私に近づかないことね。
逃して後悔しても知らないからくれないよね。ラウンド1ファイト。どっちだけ、それぐらいで見逃してあげる。空に月がある晩は私に近づかないことね。後悔しても知らないから。ラウンド1ファイト。まだまだ。何も感じなかったけど、今はいろんな感情が湧いてくる。この不純物が胸いっぱいになったらどうなるのかな、私。そこまでです、アルケイドさん。ストップザドランクバンプ。え、シキ、嘘、本物？本物です。その、とりあえず真相とかどうでもいいから殴って解決すればいいという暴走行為をすぐさまやめなさい。スピード違反、著しい。なんで、ここ畳の住処よ。四季、町のどこにもいなかったじゃない。探してもいないから、てっきり屋敷の方で寝てるのかなって。
起きていました。そしてあなたが怪しい相手を片っ端から締めている間に先回りいたしました。というかだな、お前が行くと絶対にややこしくなって被害も派手になるだろう。なんでおとなしく帰ってくれ。アルケードなりに事態を収めようとしてくれたのは分かってるけど、あとは俺たちで解決するから。何それ、俺たちってどういうことよ。そりゃシオンとシエル先輩とアキハとレンと、そこでたまたま知り合った音楽家っぽい人とだけど。え、不満かな。不満に決まってるじゃない。シキ、そこに正座。ちょっとそれなりに手加減するけど割と本気でぶん殴る。え、なぜそこで強制解放。ボス、なんでそこでボス化する。あとドランクバンプってのはあんまりだわ。せめてリリカルバンプとかファニーバンプとか、そういう言い方が良かったのに。ラウンド1ファイト。かっ、いくわちゃファイト。逃さない。行くわけ。それじゃあサクッと黒幕倒してきます。このビジョン、星の終焉、すべてが砂に帰った、滅びきった未来の姿。そうだ、ようこそ赤い月。ここはかつてあなたが呼び出した未来地。私が望む最後にして最高の救済法だ。何かと思えばガラキアの夜の後継機。この頃あらゆる生命の耐えた星の姿はそなたの言う救済だ。しかり滅びは避けられない。どのような手段をもってしても霊剣に自滅は防げる。ゆえに私はこの回答にたどり着いた。滅びが避けられないならよりに速やかな滅亡を実行する。その後人類の歴史が完全に停止した後、そのすべてを記録し永劫に欠損を守しない記録媒体を残す。これこそが救済だ。永遠に忘れられない滅びることのない記録があるから、すべての生物は意義あるものとなるだろう。たとえそれを閲覧する者がいなくなっても、残されているのは
いつか違う者たちを知る可能性がある。なるほど、確かに永遠だ。死を背負う生命として、その願いは切ないほど正しい。だがそれは限界まで生存し、その果てに滅びを受け入れた者のみが選ぶ最後の光だ。自ら滅びを早めるのは、そなたが記録しようとする霊長の歴史への冒涜に他ならぬ。異常だ。あなたは星の一種。このまま人間が繁栄すれば、まずあなたが先に死ぬ。それを良しとするのか。たわけ、星の滅びなど結果的にそうなるだけであろう。我が愛し子たちは浅ましくも懸命に生き延びようとし、結果として滅びた。その徒労を笑えるものか。恨み事は罰を与えるだが、滅びのために滅びたとあって呆れ果てて愚痴も言いたくなるという。冥界のタオヤがオシリス、そなたの理念は千年遅い。その妄念は古い一の考えだ。人の世にほだされたのはそちらだ。赤い月、星の声を聞き届ける者として、その故障した魂ごと砂に返してやろう。機械を使う。メキシコ覚悟なさい。この動くのおい、このチャラチャラ覚悟なさい。おい、まだまだチャラ。甘く見てた。覚悟なさい。甘く見てた。動くのこのおい、しなさい。おい、チャラ神ですね。あら、覚悟なさい。このおい、低音そら。なんだ、全然。ラウンド2ファイト。神です。神です。さあ、まだ取りなさい。覚悟なさい。撃砕地エーテライト消えなさい。ヘルミスの一末となる。ニュールーズラウンド3ファイト。オンしなさい。サービスアブソリュート6しなさい。オンオンまだ覚悟なさい。なさらまだ覚悟なさい。もう少し頑張ってみる？ユーミン。お、なんか偉そうなこと言っちゃったけど、どちらが正しいかなんて点でわからない私なのであった。賢者の石は惜しかったけど、あのシオンって子ならそのうち似たようなものを作り出せるだろうし、まあ結果オーライかな。今が楽しければいいって前向きさは人間の長所だし、より良い未来を夢見る心が高く伸びれば、いつか星の海に逃げ出せることでしょう。アルクエイド、こっちこっち、映画始まっちまうぞ。あ、うん、じゃじゃ行く。さて、それじゃあ、そのほんの少し先の未来を楽しみにして、
私ももう少し夢を見続けるとしましょうか。大切な誰かの未来を笑う。